その年で夢ばかり見て恥ずかしくないのか。その言葉は、作曲家として成功することを夢見ていた俺にとって忘れられない言葉だ。祖父の勧めで受けたお見合い話だったが、社長を知っているという相手の父親は俺のことをそう怒鳴りつけた。さらには、夢を追うことを許している祖父にも暴言を吐く。おじいさんもおじいさんですよ。こんな歳にもなって夢だなんだって。やっぱり両親がいないと、ちゃんとした教育ってできないんですね。嘲笑された祖父は、よくそんなこと言えますね。あなたとは、金輪際、縁を切らせてもらう。俺より先に、我慢の限界に達し、そう啖呵を切って、見合い会場を後にした。相手の父親は、それを笑って見送っていたのだが、それから数日後。本当に申し訳ございませんでした。父親は玄関先で土下座をして謝罪することになるのだった。俺の名前は中村圭介、27歳。俺は作曲家をしている。いくつもの有名バンドから楽曲提供を依頼され、と言いたいところだが、現実は甘くない。傍から見れば、作曲家としての成功するという無謀な夢を見るどうしようもないフリーターだ。その年にもなって現実が見れないのかと言われたこともある。でも俺は音楽が大好きだ。音楽を聴くことも奏でることも作ることも。誰に何と言われても作曲家として成功することを諦めない。俺がこんなに音楽に前のめりになったきっかけは祖父だった。今から遡ること25年前。俺が3歳になる頃の話だ。両親が交通事故で亡くなった。複数台による玉突き事故で両親は即死だったらしい。俺はその時のことは覚えてない。3歳になる前の話なのだから、覚えていなくて当然だろう。事故の話も全部大きくなってから聞いた話だ。両親の顔も写真の顔しかわからない。その後、俺は母方の祖父母に引き取られた。両親を失った俺を周りの人たちはみんなかわいそうだと言ったが、祖父母のおかげで何一つ不自由ない生活を送れていた。しかし、俺には好きなことが何もなかった。祖父母は俺にスポーツを習わせてくれたり、ゲーム機を買ってくれたりと、人並みに様々な経験をさせてくれたが、どれも熱中することはなかった。やりたいことがなかったため、暇を持て余した俺は、暇つぶしに勉強ばかりするような子供だった。そんなに勉強ばかりしていたら、頭固くなっちまうぞ。別にやりたいこともないし、勉強くらいしかやることがないんだよ。勉強なんかそこそこでいいんだ。なんなら大人になってからでもできる。子供のうちは遊んでなんぼだよ。そうだ、じゃあ今夜いいところに連れてってやる。楽しみにしとけよ。勉強ばかりしている俺を見かねて、祖父が連れて行ってくれたのは、バンドのライブを行っている居酒屋だった。お前の父さんと母さんはな、ここで知り合ったんだ。どうだ？素敵な場所だろ。透き通るようなボーカルの声。大胆ながらも繊細なギター。曲に深みを出すベース。優しくて滑らかなピアノ。体全身に響くドラム。初めて生のバンドを見た瞬間は、今までで一番心が動かされる瞬間だった。じいちゃん、俺、こんなの初めてだよ。バンドってすげえんだな。だろう？ケースケに喜んでもらえて嬉しいよ。やっぱりバンドマンの子供なだけあるな。家にお前の父さんが使ってたギターがあるから弾いてみたらいい。家に帰って、俺は父が使っていたギターをもらった。
ギターを触ったのは初めてだったが、なんかしっくりくる感じがする。その日から俺は毎日狂ったようにギターを弾き続けた。最初はピックで音を出すだけだったが、独学でコードを学び、簡単な曲ぐらいなら弾けるようになった。音楽の虜になった俺は、軽音楽部がある高校に入学した。バンドの一員として音楽を奏でる毎日は本当に楽しかった。ある日、先輩から作詞作曲をしてみないか?と声をかけられた。最初は、俺には曲なんか作れないと思い断るつもりだったが、先輩に背中を押され挑戦することに。試行錯誤しながら、俺が好きなバンドの曲を参考にしながら、なんとか一曲書き上げた。先輩、なんとか仕上がりました。どうですか?ケイスケ、お前やっぱりセンスあるよ。お前はこっちの道に進んだ方がいい。本当ですか?ありがとうございます。次の文化祭、この曲をやろう。ケイスケ、お前が作った曲だ。ボーカルもやったらどうだ?いや、僕は歌を歌うのは苦手なので。じゃあ、サキ。サキがこの曲のボーカルでどうだ?サキの声が映える曲だと思う。私なんかが歌っていいんですか?やらせていただけるなら、ぜひ。先輩が声をかけた子は、高野サキ。俺と同じ学年で、ピアノが得意な少女だった。私、ケイスケくんの作る曲、すごく好き。歌わせてもらえるなんて、嬉しいな。いやいや、そんなに褒めるなよ。サキが歌ってくれて、俺も嬉しいよ。そんなサキの言葉で、俺は作曲家になることを夢見るようになった。だが、高校3年生になった俺は、音楽とは関係のない大学への進学を考えていた。本当は、音楽大学に行きたかったが、音大への進学には莫大なお金がかかるので、祖父母に負担をかけないように、できるだけ学費の安い国公立の大学へ進もうと考えていた。幸い、勉強は結構できる方だったので、特別難関と呼ばれるような場所は無理でも、国公立大学を目指せるほどの学力は持ち合わせていた。俺は祖父に、このことを話した。ケイスケはそれでいいのか。本当にやりたいことがあるなら、いくらでも出すぞ。でも、音楽大学は、国公立大学に比べ物にならないくらい、学費が。そんなこと言うな。俺は、お前のやりたいことにしか、お金は出したくない。やりたくないことには、1円も出さん。わかった。じいちゃん、ありがとう。こうして俺は音楽大学で一から音楽を学び作曲家を目指すことになった。と、まあ、こんな感じで今に至るってわけだが、生活はなかなかに苦しい。昼は音楽ショップ、夜は居酒屋でアルバイトをしながら作詞作曲を続けていた。この間、バイトをしている音楽ショップで真面目な仕事ぶりを認めてもらえて、正社員になることを持ちかけられたが、夢を応援してくれた祖父のためにも作曲家として生計を立てられるようになりたいと考えている。だから拘束時間が増えてしまう正社員は断り、空いた時間で作曲活動を精力的に行った。その甲斐もあってか、最近俺が提供した曲でバンドがメジャーデビューを果たした。それをきっかけに、レコード会社から作曲の依頼ももらえるようになり、作曲家としての仕事が少しずつ増えてきていた。バイトに作曲にと、忙しい日々を送っていたある日、祖父からあるお願いをされた。ケイスケ、実はお見合いの話があるんだがな、受けてくれないか?でも、俺、まだまだ作曲家として、半人前だし、彼女なんて考えてないよ。そう言わずに、俺も頼まれた話なんだよ。一回だけ一緒に食事に行くだけでもいいから。俺は
気分が乗らなかったが、これまでたくさん迷惑をかけてきた祖父の頼みを断ることはできなかった。それに困っている様子の祖父を見ると力になりたいと思う。しぶしぶながら了承することにした。そして迎えたお見合い当日。大学の卒業式の時以来、袖を通していなかったスーツに身を包み、最低限の身だしなみを整えてお見合いの会場に向かった。祖父もそれなりの服装に身を包み、なぜか祖父の方が緊張しているようだった。なんでじいちゃんが緊張してんだよ。お見合いするのは俺だろ。わかってるよ。でも、こんな機会はなかなかないからな。なんだか落ち着かないんだよ。お見合いの会場に着くと、相手の親子が先に到着していたようで、俺たちを待っていた。すみません、遅れました。いえ、私たちが早く着きすぎてしまっただけです。まだ予定時間の前ですから、気にしないでください。さあ、中に入りましょうか。相手は確か、伊藤という名前だと、お見合い前に聞いていた。お見合い相手の女性は、花柄のワンピースに身を包み、とても華やかで素敵な人だった。席に着くと、飲み物の注文を促され、無難にブラックコーヒーを頼んだ。伊藤さんは紅茶を頼んだようだ。なんとも女性らしい仕草や表情をする女性だ。しかし、最初の挨拶以降、伊藤さんが声を発することはなかった。なぜなら、父親のお家自慢が始まったからだ。いやあ、最近は本当に大変でしてね。私の会社が有名になって、様々な媒体からインタビューが来るもんですから、世間に顔が知られちゃっているんですよ。変装して外に出ないと、街がパニックで。伊藤さんの父親は、会社を経営しているらしく、最近波に乗ってきている注目の会社らしい。かれこれ30分もこんな感じの自慢話ばかりだ。父親の隣で伊藤さんもうんざりして紅茶のカップの中の一点を見つめている。ところで、圭介くんは何の仕事をされているのかな？作曲家です。と言っても、まだまだ未熟者で、お恥ずかしながら、作曲の仕事だけで食べていけるほど稼げていないのが現状です。じゃあ、生計はどうやって立てているのかな？俺は答えに戸惑ったが、正直に答えることにした。今はアルバイトを掛け持ちでやっています。その合間に曲を作ってます。父親の表情が曇った。そりゃ、フリーター同然の俺をよく思わないのは当然だろう。でも、最近は依頼が増えてきているんです。これからもっと作曲家として名前が広がれば、アルバイトを辞めて作曲家の仕事に専念できますし、作曲家としてやっていくことが僕の夢なんです。俺は取り繕うように説明したが、それに父親は目尻を釣り上げた。夢ですって。その年で夢ばかり見て恥ずかしくないのか。父親が立ち上がり、怒号を飛ばしてきた。俺は慌てて弁明しようとした。いや、ですから、最近は作曲の依頼も増えてきて、少しずつ収入も増えてきて。大体、作曲家なんて安定しない職業だろ。仮に成功したとしても、ずっと仕事が舞い込んでくるとは思えない。父親は、俺の話に一切耳を傾けてはくれなかった。おじいさんもおじいさんですよ。こんな年にもなって夢だなんだって。やっぱり両親がいないと、ちゃんとした教育ってできないんですね。そう言って、今度は祖父のことを嘲笑する。この言葉に、祖父はひどく腹を立てた。よく人にそんなこと言えますね。失礼ではないですか？本当のことをお伝えしただけですよ。まったく。お見合いでこんなハズレを引くとは思いもしなかった。その言葉に祖父が勢いよく立つ。隣に座っていた俺は思わず驚いてしまった。それは悪かったですな。
では、これにて失礼させてもらう。あなたとは金輪際、縁を切らせてもらいますよ。祖父は、そう啖呵を切って、店を出て行ってしまった。俺も、伊藤さんの父の言葉には、さすがにイラッときたので、何か言い返したかったが、そんな間もなく、すぐに祖父の後を追った。二度と現れないでくださいよ。父親の声が追ってきたが、振り向くことはしなかった。じいちゃん、俺はあんなこと思ってないからね。これからも作曲家で成功するっていう夢、諦めないし、頑張るから。それに、じいちゃんには感謝している。お前なら絶対にできる。信じてるからな。鼓舞する言葉を受け、俺は再びバイトと作曲の日々に戻る。それから数日は何事もなく過ぎていた。あれ？こんな時間に誰だろう？俺が出るね。その日の夕刻、突然実家のインターホンが押された。俺が玄関に向かうと、そこには伊藤さんの父親が立っていた。なんだか顔色が悪いように見えて、俺は眉を潜める。先日は大変申し訳ありませんでした。俺が何か言うよりも先に深々と頭を下げて謝罪した。え？ちょっと。突然のことに俺が困惑していると謝罪の声が聞こえたのか、家の奥から祖父が姿を現した。難しい顔をしていて彼を見つめる。先日は大変失礼な言葉を言ってしまい、本当に申し訳ございません。さぞかし気分を悪くさせたことでしょう。本当にすみませんでした。これは後から聞いた話だが、なんと伊藤さんの父親は祖父が大口取引先の専務だと知って許しを請いに来たらしい。もちろん祖父はそれを知ってお見合いに臨んでいたし、あの一件で取引を停止していた。私があなたと関係がある会社の専務だったと知って、こんなことを言いに来たんですよね。もう今さら何を言っても遅いですよ。私はあなたを許しません。帰ってくれ。そこをなんとか。何を言おうと、祖父は本当に許す気がないらしく、門前払いしてしまった。そして、それからまた数日経った頃、今度は俺宛てに、お見合い相手の伊藤さんから手紙が届いた。俺は何が書かれているのだろうかと恐る恐る手紙を開く。この度は父が非常に失礼な発言をしてしまい本当にごめんなさい。そしてあの場で父を止められなかった私にも責任があります。ごめんなさい。手紙にはまずお見合いの時の謝罪の言葉が綴られていた。手紙を読み進めていくと、見覚えのある文章が書かれていた。この文章って。俺は慌てて高校生の頃に作った曲のスコアを物置の中から引っ張り出す。やっぱり。その手紙に書かれていたのは、俺が高校生の時に軽音楽部のために作った曲の詩だった。なんで俺が作った曲を知っているのか。不思議に思った俺だったが、手紙の一番下に書いてある名前を見て目を見開いた。サキ。俺がお見合いしたのはサキだったのか。そこには伊藤サキの文字。高校生の時、名字は高野だったと記憶しているが、軽音楽部で作った詩を知っていることを考えれば、間違いなく同級生のサキだ。俺は慌ててサキに連絡し、二人で会う約束をした。久々に会ったサキは、って、お見合いの時にも会ったが、あれは俺が知るサキじゃない。久々に会ったサキは、高校生の頃と同じ、屈託のない笑顔で俺に接してくれた。あのね、私の母、私が高校を卒業するタイミングで離婚してさ、2年前に今の父親と再婚したの。だから
今の名字、伊藤なの。そうだったんだ。俺、お見合いの時、全然先だって気づけなくてごめん。いいの。こんな父親の子供が私だって知られたくなくて、気配消してたみたいなもんだからさ。逆に、さきは俺だって気づいてたの？うん。一目見た時から、ケイスケくんだって思ってた。でも、あの場で高校の時のさきだよって言い出すの、なんか気まずかったし、父があんなこと言って、余計言い出せなくなっちゃって。でも、なんでさきが、お見合いなんかしてるんだ？俺の質問に、さきは苦しそうな顔をした。まずいことを聞いてしまったか？と、心配になったが、さきは教えてくれた。実はね、私、ピアニストになるのが夢なの。小さい頃からピアノやってて、本当にピアノが大好きなの。軽音楽部の時も、ピアノめっちゃ上手だったもんな。さっきなら絶対、ピアニストになれるって。ありがとう。でもね、父は、ピアニストになんかならずに、会社を継いでほしいって言ってて、再婚相手の連れ子だけど、子供が私しかいないから。サキは暗い表情を浮かべながら続けた。私、お父さんにピアニストになりたいって打ち明けたの。そしたら、お見合いの時、ケイスケ君に言ったみたいに、ものすごく反対されて、お見合いして結婚すれば、ピアニストになるのは諦めるだろうって考えてるのよ。そんな考えで、サキの父親は、名門大学を卒業した仕事仲間や、大手企業に勤める知人に、あのお見合いをセッティングしてもらったのだという。きっと、優秀な知人が紹介した人なら、お見合い相手も、優良企業に勤めているだろうという考えだったのだろう。そんな相手が、フリーター同然、夢を諦めない作曲家なら、当てが外れて、暴言を吐くのも当然かもしれない。あの時は本当にごめんなさい。謝罪に行ったと思うけど、父は会社のことしか考えてない感じだったでしょ？本当に申し訳ないわ。もういいさ。サキが謝ることじゃないよ。俺は泣き出してしまったサキをなだめるように背中をさすった。こうして、高校以来の再会を果たした俺たちだったが、それからというもの、俺とサキは頻繁に食事に行ったり、遊びに行ったりするほどの仲になった。高校生の時からサキのことは気になっていたので、何回目かの食事の時にサキに告白をした。サキ、俺、高校生の時からサキのことが好きでした。僕と付き合ってくれませんか？うん、私もケイスケ君のこと好き。こうして俺たちの交際がスタートした。高校生の頃から見た目やご飯の好み、考え方は変わったけれど、音楽への愛は俺もサキも変わらなかった。ケイスケが作曲家になったの知って私すごく嬉しかったんだ。だって、ケイスケの作る曲、大好きだもん。この才能、絶対に閉じ込めちゃいけないって思ってた。俺が作曲家として、仕事が増え始めて、サキも曲作りに協力してくれるようになった。サキは、俺にはない感性を持っているし、ピアノ奏者の目線から音楽に対して意見をくれる。そのおかげで、今までよりもいい曲が作れるようになった。その一方で、サキはピアニストになる夢をきっぱり諦め、父親の会社を継ぐために働くようになっていた。私ね、ピアニストになる夢は諦めたけど、新しく夢ができたんだ。え？何？教えてよ。ケイスケの音楽作りを手伝って、ケイスケが作る素敵な曲を世の中の人たちみんなに聴いてもらうこと。なんだよそれ。ちょっと照れるな。なんで照れるのよ。ピアニストになる夢
叶わなかったんだから、今度は絶対に叶えてよ。わかったわかった。絶対叶えてやるよ。作曲家の仕事は、今までとは比べ物にならないほど増え、作曲家としての収入だけで安定した暮らしが送れるようになっている。あ、もうこんな時間、そろそろ行く時間だよ。ああ、今日のディナー、楽しみだな。そうだね。じゃあ、行こうか。俺は今夜、サキにプロポーズする予定だ。音楽が繋いでくれた縁。俺とサキの中で響く音楽がずっと奏で続けられるように、これからもサキと音楽を大切に生きていこうと思う。